はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回は大井型に関する問題3問やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回、大井型の公式、弧の、弧の長さを求めるのとか、面積の公式に関しては分かってるって前提で行きます。で、そこが不安な方は、またね、この動画の一番最後に再生リストが載ってます。本編の方の。そこの、75番からの動画を見てもらえたらと思います。ちょ、書いておこうか。で、75番が基礎で、で、76番が、類似問題。これのね、が載ってますんで、この辺チェックしてみてください。じゃあ、まず1番、行きましょう。で、半径8、弧の長さ 6π の扇形の中心角の大きさと面積を求めなさいです。で、まあ、この問題は定期テストに、ここが範囲が入ってれば、おそらく1問は最低出るでしょう。ってぐらい超出てくる問題。でですね、この解き方なんですけど、まず、中心角と面積をセットで出すか、中心角と弧の長さを求めなさいっていうパターンもあるんですよね。あるんですけど、どちらにせよ先に出すのは中心角です。中心角先に出すを覚えておいてください。で、これの求め方ってすごいいろんなパターンがあるんですけど、すげえ楽な方法があるので、これぜひね、知らない方もいると思うんで、覚えておいてもらえるとありがたいです。中心角の求め方。で、これ自分勝手に言ってるだけなんですけど、円分の扇形 ×360 っていう。で、今からこれ使って解くんですが、普段ね、みんなが自分で使ってる解き方、まあ、塾の先生とか学校の先生に教えてもらった方が分かりやすいっていう場合は変えなくていいからね。こっちにしなさいっていうことじゃなくって、こういうのもあるよっていう話だけなんで。いい？で、これ何かっていうと、これ、まあ、円分の扇形なので、まあ、ここに数字を当てはめるのね。で、今、弧の長さが出てますよね。で、弧っていうのは、こう、まあ、扇形が、あ、まあ、円がありますと。で、扇形、噛んでる。扇形っていうのは、まあ、円を切り取った、こういうところをね、扇形っていうわけですよ。こういうね。で、弧の長さっていうのは今、ここのことです。ちょ、こういう書き方しておかしいけど、この外の部分ね。ここ、弧。つまり、弧っていうのは、扇形のパーツの名前だよね。だから、今、この公式に当てはめるんだったら、6π っていうのは、扇形のとこに入れます。つまり、上が 6π。これ書いておきましょう。で、下の円なんですけど、ここちょっと注意しなきゃいけなくって、これね、今、扇形のパーツのとこに、弧を入れましたよね。弧っていうのは、外の長さのことなので、円のとこも、外の長さを入れます。何かっていうと、円の外の長さっていうのは円周のことです、ここ。だから円周の長さをここに入れてほしい。で、円の円周っていうのは公式が直径かける π です。でね、直径かける π。で、直径いくつって言われたら今半径8なんですよ。だから直径16ですよね。2倍するから。だから、ここには 16π っていう数字が入ります。いいかな？で、これ計算するだけだと。これどうするかっていうと、まず π 切ります。まあ、これ π 切りと言いますけど、切っちゃう。で、まあ、約分しましょう。上と下2で約分すれば、3と8。で、ここできないんですけど、こことここ、まあ、これね、1分の360と同じだから、足と360を約分して、1、8で割るとね、1と、45か。だから、3×45 に変わるので、135。ど、これ中心角。っていう風に出すことができます。まあ、これを楽と感じるか、めんどくさいと感じるかはね、見てくれてるみんなによって違うと思うんですけど、よかったら使ってみてください。で、まあ、この流れはね、中心角を出したら、あと面積は公式で解いていきます。ちょっと待って、間違った。面積ね。で、入って、OKOK、入ってね。で、扇形の面積なので、半径かける半径かける、まあ普通に書くか。半径かける半径かける π かける
360分の中心角は今出しましたんで、135。あとはこれ解いていきます。では、約分する場所はどっからやっても構わないんですけど、自分よくね、ここ、上と下約分しちゃうので、これ多分大きい数字いけるけど、5でいこっか、刻むか。ちょっとごめん、パッて落ちてなかった。5でいくと、72、27。入ってるか？大丈夫ね。で、次が、これ9かな。8と3、これでいいね。で、8来たんで、8と8で約分しちゃいましょう。両1でね。1になるから。そうすると残ったのが、これ残ったやつ、ぜひね、ごちゃごちゃしてるときは丸つける癖つけるといいです。いや、これ残ってる。なんでかっていうと、これね、例えばごちゃごちゃしちゃって、この3見えなくって、8% みたいな。消しちゃった。書くともったいないからね。丸つけて、8、3、24だから、24π。で、面積なんで一応単位つけていきましょう。平方センチメートルと。これで終了となります。いいかな。まあ、こんな感じで解いてみてください。で、ここが面積が先に与えられてて、中心角の大きさと弧の長さを求めなさいっていうのもよく出てきます。まあ、それはね、この類似問題76の方にありますので、ぜひそっちでチェックしてみてください。まあ、ちょっと反省してるのはね、板書取りすぎたら、あと2問あんのか。これ危ないかな。まあまあまあ行こうか。じゃあ2番行きましょう。ちょっと詰めていくよ。で、次が、中心角72度、弧の長さ 4π の扇形の半径を求めなさいという問題です。半径を求める問題ね。で、これに関しては、もう公式をそのまま使います。で、扇形っていうのは、弧の長さか面積、主にこの2つしかないです。まあ、こういうね、特殊なのも自分書きましたけど、弧の長さが面積。で、どっち使うって言われたら、今書いてある、弧の長さ書いてあるじゃん、こっちは。だから、弧の長さの公式を使って解いていきます。面積の公式を使っても面積書いてないからね。使うことができないので。じゃあ、弧の長さ使いましょうと。で、弧の長さの公式は、直径×π×360分の A です。A は中心角ね。だから、直径、今わかんないから、半径今 X っておきましょう。半径 X ね。で、半径 X だったら、直径はそれの2倍です。半径が5だったら直径10だから2倍になるからね。つまり半径 X だったら直径は 2X です。いいかな？で、直径かける π かける360分の中心角72イコールこれが弧の長さと一緒なんで今書いてあるこれね 4π を書いてあげると。で、あとはこれを解いていきましょう。で、まず、π がイコールの右と左にあった場合、π 切りしちゃってください。両方 π で切っちゃえば、あ、割っちゃえばね、切ることができます。邪魔だからね。で、あとは割っていこう。で、まあ、またここは約分しようかな。これ、72で割れるか。刻んでね、ほんとは刻んでいいんだけど、72で割れるので、1と5か。こうだね。で、ちょっとまとめて書き直すと、幅、右行った方がいいな、これな。ちょっと逃げるよ。左が5分の 2x イコール右辺が4です。で、これ計算したいんですけど、5分の2が邪魔なので、両辺、左辺にも右辺にも2分の5をかけます。そうすれば、こっち側2分の5をかければ、こうやって消えるからね。の x だけ残るんで、こっちにも2分の5をかける。で、約分すると2になるから2を10。つまり、x イコール10、半径ね。10センチメートルでしたと。これで終了となります。よし。じゃあラスト。行きましょう。で、ラストはちょっと書き方がね、めんどくさい、問題の出し方をしてるんですけど、やることは1番と変わらないです。結局、中心角出したいんですよね。求めるのは。だからこれ使おうぜって話。で、半径15。で、弧の長さがさっきみたいに書いてくれてればよかったんだけど、弧の長さが半径 6cm の円の周に等しいとき。ね、素直に書けよって感じだけど、じゃあここ出しちゃおうぜって。半径 6cm の円の周です。つまり円周ね。さっきやったように円周、円の周りっていうのは直径かける π です。つまり半径6だから直径12でしょ。つまりここ 12π なの。半径6の円の周ってね。つまり、言い換えれば、半径15ですと。弧の長さが 12π です。
その時中心角出してねって言ってるから、じゃああともこれ使って終えようぜっていう。いきましょうか。まず、円分の扇形なので、扇形からいきましょう。扇形の方の弧の長さが 12π って分かってるから、上のパーツが 12π になります。で、今回も弧の長さっていうパーツを入れてるので、ここには円の円周を入れます。ただ消しただけだね。もう一回書こうか。こうなってて、今弧の長さを上のパーツに入れたから、円の方も円周、ここを入れてください。で、半径15、それの2倍だからね。2倍30ですね。それに π かけて、30π っていうのが入ります。ちょっとお邪魔ですね。消しましょう。で、円分の扇形忘れずにかける360です。これたまにかける180と覚え間違える方いるじゃん。覚え間違える方いらっしゃるんで気をつけてください。で、これはまず π 切っちゃいます。で、まぁ、ここで約分しても早いんだけどね。ちょっと癖なんでここ行きましょう。6で割って、5分の2。で、5とここ約分できるから、5は1になるし、こっち72か。つまり 2×72 が残ったので、答え144度と。これで終了となります。いいかな。まあ、今回はこの中心角、まあ、円分の扇形かける360を使って解いたんですが、おそらく比を使ったり、こういう風に、まあ、一個のね、式を作って解くっていうパターンもね、先生よくで、やってくれる方、いると思います。やると思います。いると思いますので、なので、本当に使いやすいやつを使ってください。本当これに強制するつもりは全然ないので、まあ、こんなもあるよっていうのをぜひね、覚えてもらえたらと思います。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の中でも話した再生リストについてなんですが、今おそらく2つ表示されていて再生リストが。で、片方がこのテスト対策のリストで、もう1個が本編の平面図形のね、教科書の内容の方がありますので、ぜひそっちの、まあ、75あたりを見てもらえたら、扇形のね、勉強できますんで、よかったら使ってみてください。